はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ペナントソフトバンク編やっていきましょう。ナイト変わらずです。よし、やっていきましょうか。今日は広島戦ですね。頑張っていきます。今日ね、いろいろいじってたんですけども、野手として、若手選手一切出ないんじゃないかなという日ですね。大隣選手出します。バンデンハク選手怪我しました。10日ぐらいで戻ってくる感じかな。松本くん連れてきました。リリーフで出したいと思います。今日は八重継選手いきますか。で、川島選手連れてきました。ショートで出したいと思います。どうしましょうか。普通だな。なんだろうな、なんだろうな、なんか普通だな。普通だっていいじゃない。普通だっていいよね。何も問題ないんだけどもね、何も問題ないんですけども、これでいこうかな。こんな感じでいきましょうか。あ、長谷川選手しばらく出してない気がするな。いや、今日はこれでいこうかな。これでいきます。よし、お婿田中君もあるじゃないですか。なんだろう、互いに普通ね。何かこう変わったことを、まああれか、柳田選手一番が変わったことではないもんな。ね、現実世界でもある話だしね。頑張りましょう。よし、加藤。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークス、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。カープの先発は右のクリ。クリクイーンですね。防御率 1.71。 この両投手の先発が、俺が広島編やってた時なかなか防御率良くなかったですね。スペシャリスト先頭ダッシュ狙ってみる。トレーバー、あっと引っ掛けた。1、2塁間への当たり、荒いボールを取る。記録はすごいね。もしかしてと思ったけども、バッター高野、イラデン、ホンダ、第9投げました。初球から送ってきました。ピッチャーの右へ転がした。よし、菊池取ってアウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ホークス先制のチャンス。中村晃選手がね、なんかこう動画の中では結構打ってくれる感じかな。第5球投げました。打ったい当たりだ。しゃない、ショートバウンド、どんまい。一塁へ送る。ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウトチェン。ホークス、そういえば現実の日ハムやばくね。やべえなって感じだよね。投球はこれから3球目。打ちました。あっと引っ掛けた。セカンドゴロ正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番菊池。投げました、打ちました。打球はサードの右、一塁送球。素晴らしい。これで2アウト、ランナーありません。丸選手すごいね、打率3割5分5厘。二塁間のゴロ、大隣取ってアウト。スリーアウトチェンジ。大隣今日2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。バッターは魂の闘魂松田。第3球を投げました。打った、サード左、サードから一塁送球、アウト。どんまい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番木戸頃、投げた。指示はまらんですね、はまらんですね。左バッターボックスは7番投げた、見逃しの三振。最後は見逃し2回の裏。まあまあまあ、まだオープニング、ゆっくりやってこうや。打ちました、引っ掛けた。大隣掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番鈴木。みんな打率いいね。なんか広島ボールを掴んだ、一塁送球、
アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番松山。投げた、背徳スライダー、見逃し三振。最後は見逃し。これはさ、全然関係のない話なんですけどもね、鬼畜島って漫画知ってますか？今何だったかな、漫画番組でいいのかな、だったと思うんだけども、無料で見れて惜しい。面白かったです。なんかすげえ中途半端なところで終わっちゃったけど、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは阿部。なんか彼岸島みたいな感じだけどね、内容は。これでワンアウト、ランナーはありません。面白かったですね。名手石原、見逃し三振。バッターはピッチャー栗。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり。いやー、ハハハハ、本当だ。なんだろう、特に広島戦ではピッチャーに打たれるっていう印象がめちゃめちゃあるね。やっち、空振り三振、低めの変化球です。松田、試合はこれから中盤4回に入ります。バッターは高めの球、見逃し三振。第4球は外のボール、引っ掛け、次指示はめる、次ね外角来るから。嘘ばっかし。言っといた方がいいんだよこういうのは。ヒット1本ですか。いや、淡々と試合進んでいきますね。先頭バッターは菊池、最初のバッターボックス直球。おっと、これは走りはしないと思うんだけどもな。どうだろう、一塁牽制球を送ります。フルスイングだった。一塁タッチセーフ、投げました、打った、鈍いゴロ、松田取った、アウト。ホークス先制のピンチを迎えます。右バッターボックスは4番新井、通算300号、インコース、見逃し三振。バッターは5番鈴木、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れて打ちました、バット引っ掛けた、松田落下点に入った、取って、これで3アウトチェンジ。最初に1点取りたいね。すっげえ普通だけど普通のこと言ってっけど、最初に1点を取りたい。バッターは魂の闘魂松田、最初のバッターボックスはダイヤゴロに倒れています。第3球を投げました、低めのボール引っ掛けた、クリボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番木所。オッケーオッケーオッケー、走ってみましょうか。第1球、木所走った、投球ストライク、素晴らしい。木所今シーズン指示はまったらでかい。投球はこれから6球目、三振。まだな、バッターは8番川島。さあここで勝負に出ました、行ってこい。さあ試合、いやー、いいですね、いいですね、こういうのいいですね。次は4球目、投げました、アウトロー、空振り三振。二塁までランナーを進めました。5回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松山、打ちました、松田掴んだ、一塁へ送る。なんかああいうのがあるとね、こう一点が大事だなって感じがしていいよね。お互いにこういう状況での一発勝負が重なるっていうのは。これで2アウト、ランナーありません。投げた、内に切り込むスライダー、空振り三振。最後はスイング。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャー大隣。さあ5球目、低めか三者連続三振。バッター三拍子揃ったスペシャリスト柳田、投げた、よし、高め外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。第1球、一塁ランナー出た、打ちました、ヒットエンドラン、一二塁間の当たり。ホークス先制のチャンスを迎えます。左バッターボックスは3番中村、今日はファーストフライとピッチャーフライ。さあこの対決に集中します。第3球を投げた、打った、帰れないよな、無理かな、オッケー、帰った、間に合うかどうか。この試合よし、得点が入りました、1対0、やっと取ったよ、ナイバッチだね。バッターミスター安打製造機、内
吉川。じゃあミスター安打製造機は千田返し。投球はこれから3球目。打ったセカンド。打けない。菊池ボールを掴んだ。二塁アウト。スリーアウト。いやまあなんとか取ったね1点ね。6回の表が終わり。代打は下津。第6球を投げた。変化球見送ってフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。うわバントしね。外れた。あやべえ。ストレートのフォアボールを与えます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは菊池。今日はサードゴロとフォアボール。さあ集中してこの対戦に挑みます。第2球投げました。バントしました。ピッチャーの左へ転がした。ピッチャーから一塁送球アウト。送りバント成功です。ホークスなおもピンチが続きます。第4球を投げました。おっと、いや変えようかな、迷うな迷うな。今日はピッチャーゴロと。さあこの対決作戦タイム。いやここさ内角ビシッといっていいもんかね。いくか、行ってみよっか。さあ4球目膝元外れてフォアボール。押し出し。バッターは鈴木。今日はかな。あもう遅いや。ホークスピッチャー交代です。焦ったかな。第6球を投げました。見逃しの三振。バッターは6番松屋。今日は三振とサードゴロ。投球はこれから6球目。うーわ頼む。ボールまで2人と危ねえ。危ねえ。松田ズームズームスタジオ。危ねえ。九里交番。ここで試合は終盤7回に入ります。バッター魂の闘魂松田。今日はサードゴロとピッチャーゴロ。第6球を投げました。スライダー見逃し三振。バッターは6番木戸子。今日は三振とフォアボール。打ちました。サード右横のゴロ。一塁送球アウト。これで2アウト。いやいい勝負ですな。面白いですな。ここまで2打席で148球。空振り三振。お疲れ様。よくやってくれましたよ本当に。ホークスピッチャーを第5球投げました。打ちました。これはファースト真正面。内川一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト。ランナーありません。うわ怖いね。第5球投げた。打ちました。フラフラッと上がった。取りました。これで2アウト。ランナーありません。ランナーが代打小久保。ガンガン出してくれね。打ちました。いい当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。小久保ナイスバッティングです。さあカープランナーはトップに帰って田中。ランナー気にする必要ないよ。第3球を投げた。打った。川島取った。ショートから一塁送球。よし。スリーアウトチェンジ。7回までが今村降板。ここで、川島選手なんとか出てもらいたい。先頭バッターは川島。今日はファールフライで三振。投球は3球目投げた。打ちました。ピッチャー返し。オッケー。川島オッケーだよ。これは素晴らしいですよ。代打今宮選手確実に送ろう。第3球を投げた。アットスリーバント掴んだ。菊池取って多分重なるんじゃないかな。スコアリングポジションにランナーを進む。さあ試合の行方を左右する。行ってこい。ここで勝負に出ます。やっぱ被るよね。ここは被る。第3球を投げた。低めボール球打った。ヒット。よし柳田ナイスバッティングです。ホークスなお。さあチャンスが広がって本田。ホークス一打勝ち越しのチャンス。第9ランナースタート。キャッチャー送球セーフ。二塁はセーフ。ホークス大事な場面で盗塁を決め高めだね。分かってるよ。ほら打った。いい当たりだ。取った。川島スタートを切った。本田センターへの犠牲フライ。よしよしよし。ここで勝ち越しました。2対1。今日1打点の中村。第3球を
オッケー。打球はそのまま伸びていく。ナバッチ本当打つね。本当打ってくれる。なんか動画の中ですごい狙っていたでしょうか。完璧に捉えました。バッターミスター安打製造機内川。次は4球目。ナバッチ強い当たり。伸びた伸びていった。入った入った。ギリギリいきました。中崎。バッターは魂の闘魂松田。投げました。打ったショッ。3者連続狙ったような。8回の表側は向こうがね、左強い選手が多いんですよね。ホークスピッチャーを交代し、カーこの回は2番からの交代陣。先頭バッターは菊池。第5球投げました。あ、4点差か。そっか。3点差ぐらいに持ってたけど。打ちました。当たり損ない。アウト。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは4番新井。通算300号。アイクチップ空振り三振。最後はキレのある変化球。チェー。さあ、いよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは木戸。長谷川選手行ってみますか。あ、どうしようかな。そのままやっぱり木戸選手で。第6球を投げました。ストライク。見逃し三振。左バッターボックスは7番綾津。綾津選手頑張ってくれましたね。良かったですね。ピンチヒッターは長谷川。投げた。打った。田中。走れ。一塁送球。アウト。いやー、セーフぐらいじゃね。ありません。バッターはピッチャー。森。代打は吉村。ホークス続けざまに代打を起用してきます。打ちました。センター左へのフライですが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ホークス結局三者凡退。よし、行きましょうか。松本くん、ホークスピッチャー交代です。森福降板。予定ではね、5番のマウンドに上がります。6回とかぐらいになんかこうポイントなんか出したい予定ではあったんですけどね。次は、まあ、予定通りはいかないよね。投げた、外れてフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。バッターは6番松山。投げた、パスボール。そして今拾い直した。投げた、流し打ち。松田下がった。よし、取りました。これでワンアウト。ランナーは2塁変わりません。投げた、打ちました。やった。あ、やべえな。いや、頑張ってもらうよ。頑張ってもらうからね。なおもピンチが続きます。打った、流し打ち。タッチしてアウト。セーフ。ダブルプレーはなりません。ホークス、なおもピンチが続きます。さあ、ここで勝負に出ました。行ってこい。ごめんなさい。ちょっと待って。さあ、ここで監督は勝負に出ました。行ってこい。かぶりにかぶったね今日ね。一発勝負ね。レフトフライ掴みました。ゲームセット。ホークス見事勝利です。さて、本日のヒーローは中村。今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当にすごい。今日は大活躍でした。ご覧いただきました動画の中だったら1番3番に置くことが多いのかな。中村晃選手は実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。あんま5番とかそこら辺に置いてないと思うんですけど、どこに置いても使いやすいかな。大人の選手良かったですね。結果論ですけど、スアレス選手もなんとかしてくれて助かったね。あれ危なかった。コメント読んできます。明日から中学生です。先輩が何か誘惑してきます。どうすればいいですか。
どんな誘惑どんな誘惑だよ。悪い道にカモンって感じの誘惑から、それはね、いやもういいですと言うしかないですよ。あと部活の勧誘、中学生って勧誘あるっけ、部活の。あんまイメージないけど、やりたくないことはもう、いやいいですって言えばいいよ。こっちとしては先輩の顔っていうのは覚えてるから、結構こうビクビクしがちだけども、先輩からすればその他大勢の、なんだろう、新入生ぐらいしか思ってないから全然問題ないですよ。川島出して、川島選手もね本当多かったんですよね、コメントは。リプレイそこじゃないやつ多いよね。関係ないですが、補助選手が1試合2ホーマー打ちました。勝ったので嬉しいです。すごいですね、補助選手最近全然セリーグ事情がわからん。明日が、横浜戦ですね。いや、バンデンハーク選手がさ、残り8日か怪我しちゃったんだよね。痛いよね。防御率2点台の先発ピッチャーいなくなってるわけだから。でも、まあ、いっぱいいるんだけどさ防御率2点台の先発ピッチャーいっぱいいるんだけど、うちはちょっとね、武田翔太選手がね、防御率が気になるとこですけど、1番レフト内川、1番内川選手も面白そうですね。今宮3番やってください。好きだけどね、今ね打率がまあ良くないんですよね、ゲーム中の今宮選手がね。使いたいけど、まあ、能力的に言えば間違いなくショートスタメンなんだけどもね。明日あたりスタメン復帰させてみましょうか。もうちょっとあれだな、若手使って何か見つけたいなっていうか、そこら辺で遊んでいきたいですね。マノチさんお疲れ様です。7番か9番センターギータやってください。なんか怖そうなんで、下位打線に、まあ、柳田選手の代わりに誰上位打線に入れるってなっても全然できるチームだからね。9番かな、やるなら9番かな、やるなら9番で、1番に中村晃選手かな。ちょっと柳田選手、中村晃選手はちょっとくっつけたいかな。それだけで相当うちは強くなれる気がする、今の感じだとね。広島阿部くんって28なの？あ、あれだっけ、なんだっけ何言おうとし忘れた。阿部くん、そっか、28ぐらいか。あのうちさんこんにちは。こんにちは。道民には花粉症の人がいないというイメージがあるんですが、どうでしょうか。俺の周りにはいないけども、昔働いてた場所で花粉症の人はいましたね。花粉の種類が違うらしいですよ。
俺自身が花粉症じゃないせいかあまり、そこら辺に対しての興味がないんですけども、いましたよ。マノチさんこんばんは。こんばんは。オリックス5連勝です。おめでとうございます。面白かったですよ、見てて。西くんいいですね。あとちょっとごめん、名前忘れちゃったけど、日ハム戦で投げた外国人ピッチャーも良かったですね。なんけコウモじゃないしコツボじゃないしごめん、ちょっと名前わかんないですけど、出てこないんですけど、良かったなって思いましたね。交流戦 DH ないところで1番ピッチャー松坂、それはね言ってほしくなかったなやろうかなと思ってたんだよね、1番ピッチャー松坂選手。7番とかに置こうかなとか考えてたんですけども、いやもうゲームだしね、そこは振り切ってガツンと、まあ、ちょっと4番とか狙いすぎ感があるけどさ、1番2番あたりとかやりたいなと思ってたけどね。真野さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日剣模試がありました。はい、ちなみに明日から2日間学力テストです。多分このコメントが読まれるとしたら最終日に読まれると思います。テスト3連戦テスト三昧は疲れますと。そこで質問です。真野さん最高何日テストがあったのですか。あと真野さんテストにまず、携わる話エピソードあって教えてください。最高で2日間じゃないかな、中学生でしょ、2日間とかだと思います。テストにテストの話、俺に勉強の話させたら何にも出ないよ。多分みんな気づいてると思うけど、マノッチ絶対頭悪いよなってのは分かってると思うけど、それの2倍ぐらい悪いと思っていいかめっちゃ頭悪いから俺、本当に何もできんよ。マノッチさん明日から学校のオリエンテーションで茨城に2泊3日泊まりに行きます。へえ、オリエンテーション、どこのに住んでる方かはちょっとわかんないんですけど、そんなイベントがあんの、ね、修学旅行とはまた別ってことでしょ。楽しそうだね。マノッチはいい意味で子供っぽくて好き、ありがとう。ああパワープロアップデートで DH 解除つくみたいですね。それ楽しみだよね。よし終わりましょうか。明日横浜戦か頑張りましょう。もうちょっとなんかこうあれだな、若手選手をちらほらと使ってって何か見たいですね。いわゆるマノッチの推し面はこの子だっていうのを作りたい。終わりますか。明日また頑張っていきましょう。そんじゃ、終わります。バイバイ。